所管、大杉栄宛。1916年5月9日、一審。伊藤の絵。宛先、東京市麹町区三番町64、第一福島館。発信地、千葉県泉郡御宿、上野屋旅館。昨日の嵐がひどかったので、別荘の掃除が大変だと言って、 お昼からばあやが暇をもらいたいと言い出しましたので、今日は午後からおもりをして暮らしました。それでも午前に10枚ばかり書きました。夕方、子供を寝かしてからぼんやりしていますと、急に寂しさがこみ上げてきて、いても立ってもいられないようになりました。今日の夕方は、ここへ来てから初めての静かな夕方でした。風がちっともなくて、 ひっそりしていましたので、妙に憂鬱になって仕方がありませんので、夜になると支店のおかみさんを呼んで、女中たちと一緒にお酒を飲んで騒いでみましたけれど、少しも酔わないで、だんだん気がめいって、自分ながらどうすることもできないのです。今もう1時近くですが、頭が妙に冴えて眠れないので、 少し書こうと思いましたけれど、あなたのことばかりが思われて仕方がないのです。今頃はいい気持ちに眠っていらっしゃるでしょうね。私がこうやってあなたのことを思っているのも知らないで、憎らしい人。今朝の手紙、嫌なことばかり書いてすみませんでしたのね。気を悪くなさりはしませんか余計な、 書かなくてもいいことを書いてしまって、何とも申し訳がございません。何卒お許しくださいまし。8日夜。今日は一緒に勝浦へ行った日を思わせるようないいお天気です。昨夜、あんまり冴えたせいか、今朝はぼんやりした頭で何もできそうにありません。これから少し山の方へでも歩きに行こうかと思っています。 私たちのことが福岡日日新聞へも九州日報へも出たそうですよ。板場の話では都にも出たそうです。だいぶ騒がれますね。なんだか何を聞いてももう痛くもかゆくもありませんね。隅から隅まで知れた方がよござんすね。面白くって。昨日も書きながらそう思いましたの。辻と二人の間こそ、 少しは自由でもあり、かなり意識的に考えることもできましたけれど、その他の私のこの5年間の生活は、そしてかなりその苦痛に耐えうるということに誇りを持っていたのですから、本当に嫌になってしまいます。自覚どころの騒ぎではなかったんです。まあ本当にどうしてあれでいい気になっていたかと思うのです。 あなたは私のそうした暗愚を見せつけられながら、どうして嫌におなりにならなかったのでしょう。私はそれが不思議で仕方がありません。本当に私はあなたによって救い出されたのです。そしてまだこれからだって一枚一枚皮を剥いでいただかなくてはなりません。これからはまっすぐに歩けそうな気がします。少し頭が良くなってきました。 また続きを書きますあなたもお仕事はお出きになりますか今日のようだと本当にいい気持ちです土曜日には会えるのですねそれを楽しみにして仕事をしますさようなら大杉栄全集第4巻大杉栄全集観光会1926年9月